分のごそわの言葉、指示語。四つ目は、こです。代名詞になります。これ、ここ、この人。はい、このように、物を指したり、場所を指したり、そして人を指したりする言葉たちです。例文、こはたそとあります。まずこは最初の一文字、そしてたそ、これはたと読みます。では訳を考えましょう。これは誰ですかとなります。先ほど私はこれは物であると言いましたが、今回例文のこれは誰ですかのこれ、実はですね、この背景は、まあ、読解にも関係してくるんですけれども、少しお話ししますね。実はこのこはたそ、出典は枕草子なんです。ある夜、男たちが来ました。そして外から大きい声で、女房はいますかと言ったんです。それを中で聞いていた人はもちろんびっくりします。そして言った言葉がこはたそなんです。まあ書いてみるとこうなります。で、ここに込められているのが、特に人を指しているということよりも、その夜中に大きい声で呼ばれている、声をかけられているということに、まあびっくりして聞いてるわけなんです。ですから、この大声は誰ですかと、はい、このような意味になります。ですから直接的に人を尋ねているのではなくて、この大声は誰なのというふうに、こうが用いられているということです。では復習です。こ、これ、ここ、この人。例文、こはたそ。以上です。